What's up, guys? Zero here with another episode of Earth's Dawn. Last time, in last episode, we went through the first mission, which was the beginning of the end. Let's see what we got in the customized skills. Cecilia Crawford. 私の担当はあなたたち。特殊強化兵の能力開発。あなたたちは戦闘経験を積み重ねることで、さらに強くなれる。特殊強化兵理論を提唱した私が言うのだから、間違いないわ。さあ、あなたの秘める可能性、私に見せてちょうだい。 奴らの生体組織やジャンクパーツを得たら、わしのところに持ってこい。すぐにでも武器を作ってやる。
craft, enhance, dismantle.1に帰還した先行部隊より調査報告が入った。未だアンダーグラウンドネットワーク内には多数のイーバのプレイ、イーバクラスターが存在、またイーバの影響により地形が変化している部分があるため、改めて地下網の構造確認が必要とのことだ。副指揮強化兵部隊アンチ、地下網への調査ポータル設置任務を発令する。地下網内のイーバクラスターを排除しつつ複数のポイントへポータルを設置する。それでは 最大の成果を期待する。全体、こちらビクター1、これよりポータル設置任務を開始する。 Characters behind me.
本当にここが地下鉄だったっていうの？ブサイクのアイテムが攻略されて、うまく立ち回れ。次のポイントへ向かう。 Shit. Give me one sec. Alright. 何かに削り取られたような。どうやったらここまで破壊できる。何かいるぞ、気をつけろ。チャーリーへ向かう。ザコにはカモだ。倒したところでいくらでも湧いてくるからな。So I'm gonna have to come back here.
That just sounds dirty. S rank, I get burn resistance. これより任務を開始する。Resistance.
I can equip another skill to it. Thank you.
これより任務を開始する。対しての侮りが生まれたのが原因だ。そうだ、奴らは化け物だ。たった数日で人類の5割を殺した化け物なんだ。思い出した、自分たちの状況をなぜ忘れていたんだ。ジョニーとマークは俺の過信で死なせてしまった。
開始する。Thank you.
Episode.